はい、本日は歌にダンス、そして最近は演技にも全力投球というフォアさんが来ていただきました。ようこそいらっしゃいました。よろしくお願いします。フォアです。よろしくお願いします。いやちょっとだけお久しぶりでございますけれども。そうです、はい、よろしくお願いします。忙しそうですね。最近はそうですね、リリースもありましたし、はい、映画撮影もやっていて、映画撮影をやってらっしゃるらしいんですが、はい、主演でアクション映画なんですって。そうです、はい、おすごい大変そう。言える範囲ですけど、はい、どんな映画なんですか。なんか主役の方がずっとあるゲームに巻き込まれて戦っていくんですけど、戦っていく、はい、そのゲームをさせる方の、まあ、悪い方の一人ではいるんですけど。悪なんですね。一応ポジション的には悪です。はい、アクションはどれぐらいの感じでやってらっしゃるんですか。いやなんかすごい多いと思ったら、意外と大きなシーンの、あのところでちょっと戦って、あとはずっと走ってます。走ってる、あとはずっと走ってます。どういう役なんだろうそれ。いやなんかそんな感じの、はい、ちょっと楽しみですね。どうですか、その映画の撮影の現場の雰囲気っていうのは。新しいですね。やっぱり歌手とは全然違ってて、ゆったりな感じで、はいはい、なんか現場でなんか例えば、はい、エピソードとかなんかね、はい、びっくりしたこととかないですか。最近のブームではあるんですけど、ファンの皆さんがケータリングの車を送ってくれたり、ケータリングのコーヒー車を送ってくれたりするんですよ。車を送るっていうのは、はい、トラックが来て、トラックが開いたらコーヒーとかご飯が出てくるんですよ。それファンの方がやってくれるんですか。はい、あ今じゃあ映画撮影してるからって言って、はい、そこにわざわざそれを送ってくれるんだ。はい、でプレンカードになんか私の写真と、今日はボアが怒りますみたいなそういうメッセージを入れて送って、車が走ってくるんですよ。それじゃあ、スタッフの皆さんに、はい、100人以上の分を用意して、はい、来てくださって、それ一人のファンじゃないね。なんかファンが集まって、はい、それをやってくれてるみたい。すごいですね。いいねそれ。それなかなかね。そうですね。なんかもう 4,5 回ぐらい来てくれてたんですよ。皆さん大丈夫ですか。すごい。ラジドにもね、なんか差し入れとか、ね、スタッフ少ないからね、映画と違って ね、 そうですね、簡単だけどね、うちの場合割とね。いやいやすごいですね。さあそんな映画でも大活躍のボアさんですけれども、歌とダンスもさらにパワーアップしています。今週ニューシングル Shout It Out をリリースされました。これがダンスのキレが半端ないですね。はい、久しぶりにまたちょっとキレのいい踊りを、はい、やってみましたか。やってみました。そう、しかも女性ダンサーをフィーチャーしてて、はいはい、その女の子たちと踊ってる感じのこうはっちゃけたちょっとね、はいはい、はじけた感じがいいっすね。はい、久しぶりだったんですね、女性ダンサーさんたちと一緒に PV を撮るっていうのがすごく久しぶりだったので、もう何年ぶりなんだろう、結構ぶりですよね。でなんか新しいなんかガールズパワーが出て、なんかいいなって。すごいガールズパワー感じましたけど、あれもうずっと踊ってるじゃないですか。はい、1曲その振り付けを、はい、まあ、覚えるのってどれぐらいかかるんですか、時間。あの曲はでもなんかプロモーションを一緒にしながら練習をしたので、3日ぐらい時間をなんか 4,5 時間ぐらい空けて、3日間ぐらいで完成させましたね。そんな短時間で。本当に衣装もかっこいい、はい、かっこいいセクシーっていう感じで、ありがとうございます、ね、素晴らしいナンバーですけれども、はい、では早速そのニューシングルお届けしたいと思います。ではボアさんから曲の紹介お願いします。はい、ボアでシャオリラウ。土曜の朝はラジド、この時間はエンターテインメントランチボックス。本日のゲストはボアさんです。お届けしたのは今週リリースされたボアさんのニューシングルでShout It Outでした。はい、さっきねビデオの中でも女性ダンサーをフィーチャーして、ね、はい、っていう話ありましたけど、こう曲としても女性に向けてのすごいメッセージになってますね。はいはい、頑張ってる皆さんにちょっと自分のために弾けることも必要じゃないかっていう、だから楽しくやって、
遊んでいきましょう遊んでいきましょう、軽い意味でたまには弾けましょうと。そうです、そうです、混ざりたくなります、はい、混じりたくなりますもん。山田さんはね、なんかね、どうしてもね、実はダンサーになりたいっていうね、はい、あ本当ですか、願望があって、はい、そうで、いつかそういうのを。おじゃあ踊りはお上手で、はい、ジャンル的にはジャンル的にはもう自己流ですね。自己流、はい、どうですか、自己流。ボアさんの前で入っていた。すごい、すごい、目がパキッとしてましたよ。冗談ですよ、見たいですよ。多分相当ダメだと思います。でもあの PV を見て勉強したいと思います。本当ですか、ありがとうございます。なんかそれはあのちょっと世代というか、はい、自分の同世代の、はい、働いてる特に女性の皆さんみたいな意識ってやっぱあったりしますか。はい、そうですね、やっぱり私の年もあの社会人になりたってて、そろそろ疲れるぐらいの年だと思うんですよ。なってから少しね、時間が経ってね、はい、うん、ちょっとこの生活に慣れすぎちゃったっていう感じもありそうな年なんで、はい、きっとこういう時こそ自分のために何かを与えた方が楽しく仕事もプライベートもつかめるんじゃないかなと思います。ああ、でもそこで一回ね疲れちゃって、はい、それ乗り越えてきた方がここまで来るとやっぱりここまで来るともう、はい、本当にレベルが1個上のお姉様でした、はい、そうなんです、ね、そうです、何でも受け入れるよ的な感じがこう伝わってます。ありがとうございます、はい、すごいね、今でも資料を見ていたらなんと14歳デビューしてからこれ35枚目のシングル。そうみたいです。すごいな、私もびっくりしました。音楽に対しての、はい、その自分の考え方とか、はい、距離とかは変わってないですか。そうですね、なんか前はこう歌う踊ることに精一杯だったとしたら、今はなんかすごくエンジョイしてる感じがして、音楽活動自体を制作も含めて、だからなんか仕事なんですけどある意味趣味でもあって、でそういうふうにもっと身近に感じてます、仕事を。あなるほど、はい、すごく遠回しできましたね。どういうふうに表現したらいいのか、余裕がねできたんで。あ、そうですね、余裕が出てきました。多分もう自分のね作りたいものとかもね、あるとこうなんかイメージも あるだろうし、はい、そのなんかクリエイティブマインドもあるだろうし、そうですね、なんか曲をいただくとこういうなんか振りとかなんかこういうファッションとかこういう感じで撮ったら結構面白いかもっていうクリエイティビティを形にしていく、そういう制作のプロセスがすごく楽しいです。それをまあやっぱ楽しめるようになったね、それをキャリアですね、やっぱりね。そうですね。さあ今日ですね、我々の番組では本当に学校出たのかなという、はい、学校行って習ってたはずなのに、はい、大人になると、はい、あれできないとか、はい、あれ忘れちゃったとか、はい、なんでこんな簡単なことが覚えてないんだろうとか、はい、あるじゃないですか。そうですね、私でも学校を中学校1年生まで行ったんですよ。あ、そうかそうか。で高校までの勉強は飛び級でやったので、うん、学校の思い出があんまりなくて、学校そのものの、はい、学校本当に出たのか、家出てませんそういう意味ではそっちの方になっちゃう、はい、でちなみに科目で言うと、はい、まあ、語学がね担当なのは分かるんですけど、はい、他に得意だったものってありますか。他に得意だったものは科学と数学と英語だったと思います。理科系、はい、じゃあ数学 OK ってことは、例えば、まあね、韓国と日本行き来してますけれども、はい、日本円を韓国に、はい、ローンに、はい、換算するとかもパパって結構できる方ですか。いやでもなんか数字に弱いんですよ。あ、数字は弱いんですね、はい、うん、なんか公式を覚えて答えを出すことは
できるんですけど、桁が多くなると暗算とかは、暗算は全然無理です。そうなんですね。でも韓国は単位が大きいじゃないですか。ゼロがいっぱいで、あでも私アメリカスクール行った時に授業とか受験、はい、数学の科目の受験は計算できる機械、なんていうんですか、キャクラレーターが使えるんですよ。アメリカでもそうですよね。だから暗算しなくてもうん、全然そうなの。はい、うん、アメリカってそうなの。アメリカはっていうか言っとくけど、はい、俺たちの頃そんなちっちゃい電卓すらなかったよ。あ、世の中に。そろばんです。そろばんです。そろばん尊敬します。そろばん塾とか行ってましたから、ね、あの上げるやつですね。そうそう、上げたり下げたり、全然わからない。でもアメリカ、私も高校時代アメリカ行ったんですけども、そんなに数学得意じゃなかったのに、はい、日本からアメリカ行った時にすごいなんか暗算できたから、はい、数学の神様って呼ばれてたんです。誰が。私アメリカ行った時、計算機使わなくても電卓使わなくても暗算でパパパって解けるから、一時すごいもてはやされてたんです。そうですよね。そういうもんですよね、はい、そんなもんです。そうなんですか。まあ、でも電卓持ち込みだったらね、それは確かに暗算できる人は神がかって見えるね。そうですね。なるほどな、はい、いやでも意外とそういう科学とか数学が得意だったっていうのはね、そうですびっくりしました。さあそれではここでもう一曲聴いてみましょう。こちらはですね、先ほどのナンバーとは、打って変わってしっとりとした曲調になって、そんなボアさんも素敵ですよね。ありがとうございます。曲の紹介お願いします。はい、ボアで Close to Me。 はい、先ほどかかりましたシャウトイットアウトね、はい、ダンスナンバーもいいんですが、はい、こちらもまたいいですね。ありがとうございます。すごく真逆の曲ではあるんですけど、じっくり聴いてもらいたいなと思いました。なんか声のね魅力がすごくこう伝わってくるというか、もちろん歌詞もそうなんですけど、はい、声の良さが聞こえてくる、はい、さあ、ボアさんなんですけど、現在ですねニューシングル「Shout It Out」の発売を記念して、タワーレコード渋谷店1階でその「Shout It Out」リリース記念衣装展、衣装ですね、はい、これを開催中ということで。そうです、はい、これはジャケットとか、ミュージックビデオの撮影の時に使った衣装が実物が並んでると、はい、そのまま飾ってあります。あでも衣装すごい良かったからいいですねこれ。ありがとうございます。マネキングさんも腹筋あるんですか。ないですか。腹筋変えてこようかな。あそうですね。そうです。私はこうですから、はい、私こんな筋肉でしたからみたいな。どうですか、でもなんかねそういうやっぱりダンス、歌もそうだけど、はい、ダンス、それから衣装とかやっぱりこうトータルでこう注目されるじゃないですか、はい、それってなんていうかな、アーティストのね、まあ、理想ですからね、それをこうずっと体現して何年もやってらっしゃるってやっぱすごいなって改めて思いますよね。ありがとうございます。でもやっぱりこう流行りは変わってくるし、そういう流行りに合わせてまた新しい自分の一部分を見せる楽しさもありますので、すごくいろいろ楽しくやってます。でもなんかいろんな衣装着てみて、なんかメイクしてみて、もう自分もこう変わっていくものを見ると面白いじゃないですか。そうですね、はい、そうだね、はい、なんかすごく話聞いてると、はい、ね、今の年齢なりにすごくそのいい形で充実してきたなっていうのを感じますね、はい、ありがとうございます。いい大人になっていきたいです。、ね、またさらに、まあ、ここから何年先かわからないけど、さらにねちょっと大人の女性のね、はい、また次の段階に行ったボアさんもまた見れるわけだもんね。そうですね、そうですね、あと数年で20代終わるんで。ああそうか、はい、ちょっと思いっきり楽しみたいと思います。まずは今をね、はい、はい、J-WAVE ラジオドーナツ、この時間はエンターテインメントランチボックス、今週はボアさんにご登場いただきました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。ありがとうございました。